ダウンロード速度もソフトバンクがナンバーワンって言ってくれますね。どうせ自分たちに都合のいい調査なんでしょ。東京の中心山手線で測定された結果ですが、何か不都合でも。ソフトバンク。ダウンロード速度もソフトバンクがナンバーワンって言ってくれますね。どうせ自分たちに都合のいい調査なんでしょ。全国の乗降客が多い500の駅で測定された結果です。なんなら全駅名申し上げましょうか。ソフトバンク。バカの一つ覚えみたいに、つながりやすさナンバーワンって言い続けるのもどんなもんなんでしょうね。ソフトバンクさん、バカは強いですよ。お利口さんよりもずっと。ソフトバンク。予想外でしたよ。ソフトバンクさんがこんなに善戦されるなんて。もうこれぐらいでいいんじゃないですか。勘違いしないでください。予想外なんかじゃない、計算通りです。ソフトバンク。スマホつながりやすさナンバーワン、きちんと伝えるためにどんなアイデアを出した。アイデアですか。当たり前のことでは当たり前の結果しか出ない。いいこと言うな。どうして犬が喋ってるんだ。ソフトバンク。プラチナバンドの基地局数が1年間で3倍になり、エリアが急速拡大しました。それじゃあただの丸暗記だ。俺を口説くつもりで説明してくれないか。口説く？お父さん。なんでお父さんが会社に来てるんですか。ソフトバンク。現場の声は私たち一番知ってますがな。お客さんは裏切らないですぜ。一生懸命努力してきた人たちを。私たちもお客様は裏切りません、絶対に。ソフトバンク。失敗を恐れて歩き出さないのが一番の失敗ですぜ。あんたらしくない。どんどん歩いてください。もっともっと前に。ありがとうございます。ソフトバンク。立場上はっきり言えません、はっきり言えませんが、私らはスマホをここまで盛り上げてくれたあんたらを応援してます。はっきり言ってらっしゃいますよ。ソフトバンク。頑張ったら必ず報われる、そんな甘いことは言いません。でも勝つためには絶対必要なことがあります。勝負することです。頑張って。ありがとうございます。ソフトバンク。道路に例えよう。2車線の高速が4車線になった。だから渋滞しない、速く走れる。これが倍速 WLT だ。倍の倍で倍倍ですね。あまり面白くないな。ソフトバンク。ソフトバンク。あそこはスマホつながりやすさナンバーワンって騒がしときゃいいんですよ。大した自信ねんな。誰だワン。なんでいいのか。ソフトバンク。